おはようございます。おはようございます。まずは都市で3年目になりました金沢での展示と販売にお越しいただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。昨年に引き続き販売の方をやらせていただいたんですけども、盆栽球を見てる視聴者の方々がたくさんお越しいただきまして非常に嬉しい、そういうような販売になりました。その中でですね、今日やっていく作業なんですけど、以前やったこの楓ですね、これは視聴者の方にもいただいた楓になるんですけども、これを順を追ってというか、そのシリーズが好きだよって方が2人もいらっしゃったので、はい、今回はこのシリーズも引き続きこの続きをやっていきたいと思います。でちょうど今紅葉してますので、まあ、この辺の処理とか、あとはちょっと針金もまたすごいクンクンとしまっているので、その辺も外してもう一回かけていきたいなというふうに思います。ということで、どうぞ。何をよVTR なんか流れんの。まずはですね、もうこのぐらいの時期になったらですね、大体もうこういう風に紅葉をしてきます。はい、まあ、こういう綺麗なんですけど、まあ、生育にとってはそこまで重要じゃないので、まずはこの辺も汚いので取っちゃう、葉っぱ取っちゃう、葉っぱ取っちゃう。でその中でそろそろ枝に癖がついてきた頃なので、うん、ちょっとだけ枝を剪定してですね、ちっちゃくしていこうかな。はい、であとは、もう一回針金をかけ直してですね、少しだけ模様をつけるような感じで枝を操作していこうかなという風に思っているところですね。はい、1点なんですけど、こういう感じで作りましたけど、うん、やっぱり下枝が欲しいよねっていうのは僕はなんとなく思っているところでして、なんで、まあ、もしかしたらここに呼び継ぎするかもしれないなっていうことは思ってます。どっかの残しといて、うん、なので、まあ、この辺がちょっと長くしといて、うんうん、いいとこ取りできればなっていうふうに思っていて、ちょっとそれ自分やったことないんで、このいいとこ取りっていうのは、いいとこ取り何かっていうと、ここに1個枝があるじゃないですか、上から出てる、うん、この枝を利用しつつここにも作るっていうのができないかなと。それが呼び継ぎでしょ。でも呼び継ぎって本来はこっちの枝ってあんまり使わないんですよ。その呼び継いだ残りも枝として使えないなかなと思って。なるほどね。なんでちょっと曲つけてですね、後ろに一回持ってきて、はい、その後にこういう風にここに持ってこれればなというふうに思ってるんで、うんうんうん、まあ針金外した後にこういう風な針金をかけて、でまたこの辺もすごい含み込んじゃってるんで、一回全部外してやっていこうかなと思います。はい、単純にもう葉っぱってこう赤ぐらい赤い色になれば、あのもう手で反対方向に引っ張れば取れるんですけど、ちょっとまだ粘っこいところがありますね。こういう、まあ、あ、取れますね。取れます。あ、こういうところですね。まだちょっと渋いところ、渋いところがありますね。大丈夫。エラーハサミで取ってあげたりすると、はい、まあ、より木のためかなと思います。でそこでですね、こう、なんでしょう、無理くり引っ張ってしまうとそこに芽があるので、その芽を傷める原因になっちゃいますから、はい、そんなに力を込めてやらない方がいいですね。はい、ちょっと軽く引っ張って取れるんだったらもう手でいいんですけど、もし取れなそうだったらハサミで、まあ、こういう軸だけを切ってあげると、うん、いう感じの方がいいと思います。はい、ちょっとですね、この辺葉っぱを落としたタイミングっていうのは臓器の1年の成果が見れるわけですね。枝を細かくしようと頑張ってきたその成果っていうのが冬のこの感じの姿の時に現れますので、例えばそういうとここういうとことかですね、肉巻きどれぐらいになってるかなとか、あとは枝がどれぐらいほぐれたかなとか、うん、そういうのが見えやすくなってきますので、逆に言うといらないところってもう見えてくるんですよ。なんで冬こそ冬、ね、雑巾の勝負の時期ですので、しっかり剪定とこういう管理の作業をしていくといいと思います。なんか買うのもね、冬がいいって。そうですね、雑巾は特に枝がよく見えるので冬がいいと思います。ただあのモミジとかカエデとかっていう木の場合はですね、真冬に枝を切ってしまうと樹液、水が出るんですよ。そうすると水が止まらなくて結局この木が枯れちゃうっていう原因になれかねないんですね。でまだ今葉っぱがついてる状態ですよね。この状態ではまだ切って大丈夫なので、大体これから、ね、10度下回ってくるようになると完全に休眠してしまいますから、その時に切るのはやめた方がいいと思います。はい、はい、だからもう本当に今
こんだけあったかいです。今日15度、15度とかまだこんだけ、まあ、異常なんですけど、あったかいので切れるんですけど、これが真冬にやるとよろしくない作業ですね。なるほど。ちょっと早めにやるようにしましょう。でもし水が出てきてしまった場合の処置としては、根っこを切ると水が止まるんですね。なので、まあ、そのタイミングでちょっと植え替えしちゃうとか、うん、でも植え替えっていうのはこの雑巾に関しては今時期ではないので、するんであればちょっと室を用意して、うん、ハウスの中に入れてあげるとか、ちょっと玄関先に入れてあげるとか、そういう工夫をしてあげないともう一発で枯れちゃいます。雑巾だと根の処理多いから、まあ、ちゃんと時期にやった方がいいよ。さすまあ本来はそうです ね気がします、はい。今大体葉っぱが全部取れましたんで、はい、今度は一回針金を外していきたいと思います。これはいつかけたんだっけ、夏場かな。夏場ぐっと伸びましたって動画が一個あったと思うんで、それ以来何もやってないと思う。あ、でも前回の食い込みほどは食い込んでないかもしれない。ここは針金外す時も目に気をつけてやりましょう。目が見えますか？あ、これか。これちっこいやつ。これ。これ目ですか？あ、本当だ。で、一個だけちょっと究極に食い込んでしまったところがあるので。ここか。ここですね、うん、やっぱりいつも食い込んじゃうんですね。ここ今回のやっぱ頭なので、うん、一番太るんですよね。なるほど。で、全部同じ太さだった枝ですから、ここまで太さに差が出てくるとやっぱり頭ってのは強いんだなっていうのが分かりますよね。うん、傷になってる。臓器の傷は治らないですか？ただ楓の場合だと、うん、まあ極端に治らないっていうよりかは、あるねって分かるっていう感じ、ようになる、うん、よく見れば傷だったねってなるぐらいなんですよね。なるほど。がっつり残るかって言ってもまあそうじゃなくて、うんうん、まあ、ちょっとこう膨らんでくるから、そう紛れてはくると。そうです。ただよく見ると、ああちょっと食い込んでたんだな、うん、昔食い込んだんだなっていうのが分かるようになる。だアルミ線に紙テープとか巻いとけば予防にはなると。ただそれも一個僕はいつも思うことあって、はい、紙テープ、紙テープってちょっとのクッション性というかなんかあるじゃないですか、うんうん、そうすると紙テープ意外と食い込んでるけど食い込んでないように見えちゃったりするんですよ。ああ、かけてあるときに、そうそうそう、目視でこう確認するときに食い込みが分かりにくくなるっていうデメリットが一個あって、うん、食い込みにくくはなるけど、それを確認をおろそかにしちゃうと逆にめちゃくちゃ食い込んでるパターンがあるんで、どっちがいいかっていうと、いや本来は紙テープ巻いて何回も何回もやることなんですけど、うん、目視では確認しにくくなるんで、そのままやってもいいと思いますし、あとはこれだけ細いやつだとなかなか紙テープが巻きにくい、うん、あとは自由も効かなくなってくるんで。ちょっとすみません、あの図に苔生えてたんで取ります。はい、ちょっと剪定しようと思ったんですけど、うん、1個やっぱ枝がまだちょっと細いのが気になったんで、もう一回まだ走らせようかなと。走らせたら自動的に太くなってくるので、うんうん、またこのまま太らせていくようにしたいんですけど、結局また上向いちゃうんで、うんうん、また針金をかけて下に伏せながら、こいつは予備継ぎ用でちょっとこういう風に寄せとくということをしようと思います。はい。で、もう一回返すかは分かんないです。とりあえずこっち後ろに持っていくだけ持ってきて、うんうん、でまた次の針金で寄せて、その時についちゃおうかなと思います。はい、針金かけていきます。そういうのは一番、まあ、これだいたい 1.2 ぐらいですかね、うん、のそういうやつでいいと思います。毎回毎回そうなんですけど、ね、きつくやらずに隙間空いてもいいですから、ちょっと緩くかけてあげる方が傷になりにくくて済みますので、うんうん、前回の針金の後ちょっと見ていただきますと、裏からこうやってかけてるんですよ、はい、なんで逆に逆向きでかけてあげて傷に なりにくいようにしていきます。今前回はこうやってかかってたんですけど、はい、こうやってかけて、うん、同じところに巻かないようにやっていきます、はい、向きを逆にしてるんですかね。そうですね、そうですね、向く向き、
でも今回の作業は割とライトですね。掃除と針金かけ直し、次大変じゃないですか。だって次呼び継ぎして下手したら寝継ぎもする可能性ある。そうですね、この植え替えの時期ですね。日々の進化や変化をちょっと動画で追って見ていただけると。何ですか日々の変化を動画で追っていっていただけると。よかったかな、よかった。私がカットミスったみたいになるんですよ。そうすると、え、でもそういう言い方するじゃん。いただけると何々じゃない。いただけるとって終わるじゃん。終わんなくない？終わるっす。正式には動詞が入ってない。どうしようもないですね。お、入ってます。入ってる細いやつはもう終わりました。今太いやつちょっと後ろに回したい、あと頭を作るっていうので、ちょっとここは太いやつかけますね。これは 1.5 ぐらいかな。で、これとこれをかけて、そしてここに2本かかるようになるんで、食い込んだ後と後の間に入れてあげると、こうやってこの間に同じ向きでもそうやってできると、入れてあげるといいですね。はい、こんな感じ、で、なんで後ろにやったかっていうと、呼びたこの枝をね、呼び継ぎなんですけど、一番見えるところから枝をついちゃうと、どうしてもやっぱり傷が目立っちゃうんですよ。なんで前の日これを使ってもいいんですけど、後ろからこうやって枝が、これ枝だと思ってもらって、こう継ぎたいんですよ。その方が傷が目立ちにくい。なるほど。こうやってついちゃうと、ここ思いっきり継ぎ跡が見えちゃうんで、この辺をちょっと後ろにやって、次の針金かけて、こっちに持ってきてあげるという感じでやっていきたいと思います。まあ、一気にやらないで、折れちゃってもしょうがないんで。なるほど。長い時間かかるんですね、一個作るのも。でもそうやってやっていけるだけで骨ができると、この寸法でいい木ができるんじゃないかなと思いますけど、いかがですか。はい。で、挿し木とかね、春にしてたら、それが使える可能性もありますもんね。あ、これと同じやつですね。そうそう、同じやつ。違うやつついちゃうと、おかしくなっちゃうんで。根も継げるしね、挿し木しとけば。ただ、ずっと伸ばしてた枝だったので、せっかくだったらこれ使ってみようということでやってます。あとはこの頭なんですけど、もう少しやっぱりでかい幹とのバランスで言うと、まだちょっと細い部分があるので、まだちょっと伸ばして。で、こんだけ曲ついたらいいですよね。なんで、もうちょっと太ってきたらこの辺で切って、で、ちっちゃいこの枝を作っていけば、もうちょっと太ると正面から見たらポケジュンにも見えるのかな。そう、見せたいんです。見せたいんですよね、はい、ポケジュンがよく見せたいので、上から見ると分かっちゃうけど、そう、長いスパンで やっていく作業ですけど、ちょっとまた気を改めて撮りたいと思いますので、その時はその時で変化を楽しんでいただければと思います。はい、はい、ちょっと軽めの内容ではありましたけど、はい、視聴者の方のリクエストもあり、今日はこれを撮りました。この動画がよろしいと思いましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。お願いします。はい、Please subscribe and thumbs up。 バイ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 。英語を頑張ってくださいとコメント来てたです、ヒゲがすごいんで、はい、マスクですけど、藤本さんも楓を今日持ってきたんだ。こんな感じで、お値段もね結構いいんですか。安かった。安かったんだ。いくらでしょう、ハンマー。石付きってでもそんなに高く、ね、これ石見えなくなりそうですねそうですね、飲み込んででも太くなればいいかなと思って、まあ多分同じ作ってる方が出したんでしょうね。そうでしょうね。いくらぐらい。5000円ぐらい。あ、いや、さすが。もう5000円です。夏に心拍のパンツさんとやった、この木どうするって動画あったと思うんですよ。それね、今日とりあえずこの木どうなる、
の、うん、それでちょっとあの枝3本残してたのをちょいとかけてみて、うん、まあこんな仕上がりになりました。いいですね、そうですね、まあちょっとアルミ線が目立つけど、そうですね、ちょっとなくなったらね、ええ、頭裏枝筋枝と、はいはいはい、で陣の動きに沿った枝作りにはなってると思うんですけど、一応こんな形でやってみました。先生忙しそうで、先生ちょっと忙しそう、先生ちょっと忙しそうで、最近あの全然先生とも絡みがなくて寂しいですけど、偉くなっちゃったんで、いや、ね、まあこんな感じで、はい、あのちょっとまだここだけね、カンスさんに確認取ってないですけど、うん、一応こういう完成という形で、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。鉢もうちょっとちっちゃくしたいですね。そうですね、こんだけ枝になったら、はい、であとちょっと陣シャリをもう少しね、うん、まあ、あの削ってって話もあったんで、まあ、いい気になりそうなりそうですね、うん、このサイズでということで、はい、はい、おまけでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。終わりました。何がやっぱりね、ちょっと高かった、なんで潰しました。頭、そう、そして高さを下げたっていう感じ、よりコンパクトに、そういうことですね。以上、以上、はい、ありがとうございました。これで完成です、はい、間違いない。盆栽Qストアで通販もやってます。詳しくは概要欄をご確認ください。